けちゃんです。はい、どうも皆さん、こちらめいしです。ポッドツアー始まりました。前回の動画にいただいたコメント一つを紹介していきたいと思います。こちら、このメンバーマジで好き、失踪しないでこのままやってほしいという要望です。なんで失踪しないで。ただ2人でちゃんとそう完結させてほしいってことね。 OK です、頑張ります。まあ、その他にもでっかいやつ倒してとか、ちょっとなんかまだこのパート2でやるにはちょっと無理そうなものがあったので、このコメント採用しました。今日の目標どうする？あいつら倒しに行く？まあ前回言った通り、あいつら倒すのと村のレベルをね上げるっていうのじゃない？運命を発展させていくか。じゃあこれ上げれるんじゃない？もう上げれんの？俺ないよ全く。板が足りない。板10枚、板30枚あるわ。あ、なんか全然余裕っぽい。はい、もう上げちゃおう。まあ、また板と、まあ、岩が必要なのと、ノットルート、洞窟で見つかる頑丈な木材が必要だから、洞窟でノットルートをゲットしないといけないんだよ、うん、多分。そうだ、洞窟に行かないといけない。そのためには強いツルハシを、斧をもらわなきゃいけない。ツルハシね、うん、斧ね。ツルハシ、これじゃダメなの？と、うん、じゃあ森の斧。森だからさすがに無理でしょ。このベンチもアップグレードしとく？あ、ほんとだ。シェルないかな？シェルってなんだ？どっから取れるんだろう？シェルの場所がわかんない。こいつ？叩け叩け！こいつから出てくるかな？よっしゃ！出てきた？うわ、違う！ウルフクロウだって。どこだろう？うわ、これ、これ！うわ、出た、なんか、すごいやつじゃない、これ。なんか、シェルっぽいな。見た目。見た目確かに貝かな。こいつから出てきそう。うわ、いけるんじゃないこれ。硬くない？どう？あー、ゲットした。やったー。じゃああいつ倒さなきゃいけないんだ。あー、なるほどね。あいつでもどこにいんの？初めて見たけど俺。いや、あれ今埋まってたよ地面に。お花生えてたら、花が生えてたらそいつだ。うん、暗すぎてさ俺らさ、うん、家どっか分かんなくなる。待ってよ。手分けして探すんじゃないのこれ。ああ、そうか、手分けしてた。なんかすごい釣れてない？なんでそんなにかい。見て見て見て、なんでそんなに疲れてんの？やだ、釣れてこないでよ。やっぱり別々で過ごそうよ。やっぱ一緒に戻しよう。なんだいいのそれ。盗賊、なんか意外と、待って、なんか物あるんだけど。ケン、もらい、ショートソード。やった、これでちょっと強くなったじゃん。なんか盗賊の真ん中にあってさ。うん、盗賊の真ん中に行けたの？うん、行けた。なんか、これさ、もう盗賊倒さない、これ多分行けるよ、これ、行かない？行ってみよう、もしかしたら奇襲しよう。そいつらが持ってるかもしれないし。行け、これね、一回殴ってコントロールするのがやっぱいい、ね、やっぱりいい、ね、なんかすごい、この蝶も来た。やばい、めっちゃ倒したよ。いいね、いいね、よっしゃー。いい、ね、あ、意外といける、意外といける、いける、いける。あ、なんか新しいのがいた。なんかこいつやばい。よっしゃー。ね、これもね、いるんだよね。そう、これまず追っかける。なにこれ、あ、これあれじゃん、これラマがあったやつだよね。そうだ、前。またラマかな。またラマじゃないのこれ。やったー。もうなんか倒すのも、そんな都合いいことある。あ、チェストだ。やったー、やったー、開けま す, けます。なんかちょっと豪華だよ、ね、せーの、せーの、うわー、うわー、マジかー。なんもない、なんもない。ちょっとさっきの盗賊のとこ戻んない？ね、盗賊どこだ？結構倒したよ、でもなんか、あ、まだでも全然負けちゃったけど、全然いる。やばい、結構たくさんいるよ。もうなんか遠距離攻撃してくるやつとかもいるし、護衛が結構強いね。このマンケーキとか硬いしな。こいつどうすんの？こいつどうやって？弓で。どうやって？あ、これを、ナイス。ね、すごい湧いてくるよこの人たち。痛い、痛いよ、死んじゃう。待って、マジ死ぬ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 、痛い、死んだ、死んだ、死んだー。ちょっとやべ、なんか全然、なんかすぐ帰るみたい、この世界。よっしゃ、ほら、お前何やってんだよ。叩け叩け。オッケー、これ全員じゃない、もしかして。倒した。なんで
やった、あいつがボスってこと、あの上のやつが。あ、そうだったってこと。じゃあ開けてみようよ。なにこれ、全部開けれるよ、これ。全部開けれる。よし、上から開けてくれ。いや、上から開けるよ、いくよ。うん、せーの、はい、上が一番いいもの説ない。ある。え、開けちゃった。これなんか、なにこれ、なにこれ、全然わかんないんだけど。なにこれだよね。何持ち物がいっぱいすぎる。2段目、全くわかんない。2段目いくか。せーの、まあ、とりあえず何かに使うんだろうね。でも、あ、シールある。あ、ほんとだ。やったー。じゃあこれ後で取りに行こうよ。これ見るだけ見て。持てない、持てない。まあ一旦、一旦帰って。まあよかったね、ここでシェルをゲットできたのは本当にでかい。そうだよ、あとシェル、あと1個だね、今2個だから。あ、待って、ん、絶対あれなんだけど。マジ来て、ね、あー、そう、これこれね、これね、すごい、そう、これこれ。はい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 、お、逃げるぞ、ね、お前絶対逃がさないぞ。ほら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 、よし、来た来た、来ました、いました、3個シェル。なんか大収穫じゃん。こんな、こんな序盤であいつら倒せたのすごくない？結構すごいよ。いや、二人の力が、もっと強い人がいるわけでしょ、あれ。確かに怖いな。これぐらいじゃあ、じゃあ一旦クラフトベンチをアップグレードする前にピンクマンに話しかける。チェストを作らない？チェストを作ろうよ、もう物いっぱいだから。じゃあもう先にチェスト置いちゃう。うん、そうだね、チェスト置いてちょっと整理しよう、はい、チェストね。じゃーん、オッケー。おー、いいね。おー、いいね。おー、おー、おー、はみ出すね。家とかいう概念ないんだ。あー、まあその方がね、いいかも。とりあえずいっぱい入れよう。でもちっちゃくない、これチェスト。同じところに違うフィッシング入れた後に入れる。これね、こういうのね、うん、マジでできなくて。だよね、超適当に入れるんだよね、まあ、全部。でもさ、やっぱ片付けを担当するから、将来的に、うん、やっぱり狩りとかさ、ご飯とかをなんか担当していけばいいんじゃない、二人で共同生活じゃん。なるほどね。そう、じゃあ全部お願い。え、本当に紐になる気じゃん。俺紐になる。新しい目標じゃん、この村での。目指す紐、バレない、どれだけバレずに紐になれるか。やだ、そんなの。やっぱり人生においてどれだけ楽をするかっていうね。まあ、それはね、結構大事かもだけど。なんか目玉焼き作ってない？もうライン。いっぱいあった。どうぞ。目玉焼き食べよう。美味しそう。まあ、どう、え、どう、まああれだね、まあ、スーパーに売ってる10円卵かも。どう、作っ、愛情とかこもってるけど、これ作ったんだから。全然なんか、あんまり。あ、待って、アップグレードしちゃった俺ベージー。できたならいい。アップグレードします。はい、イエーイ。お、新しいの、やっぱりびっくりした。こいつ、おいおい、お前やばいって、このピンクマ。でも新しく、もう急に出てきた。新しく作れるようになったんじゃない？まあコモンだったのが、うん、アンコモンっていうのが追加されたね、もう緑色。骨3個と木の棒3個。ノットルートの棒だよ。じゃあまず斧は今作れるから、斧を今作って、その斧でノットルートを借りに行けばいいんだ。どんどん作ります。はい、2個作っとくか。あ、ありがとう。やばい、強っ。何その人、喋りかけようよ。この人、いや、前にいた世界ではハイカーと呼ばれたけど、これでここではサイラスと呼ばれたいな。サイラス、こいつ、ここに泊まる。今夜はここに泊まろうとするだって、自分の村で暮らしてよ、だって。あ、ベッドを置いたら一緒に暮らしてくれるってよ。もしかしてこのピンクマンもなんじゃない？ベッド作る？うん、ベッド作ってあげるか。私たちが養ってあげよう。はい。じゃあもう一人増えるかもしれないから、ベッドいっぱい作っとこう。自分の村で暮らしてよ。うんうん。そう。うん。うん。つらいで。おお。おお。来た。村人になった？もしかして。あ、来た。サイラスのベッド。熱々のところだ。一旦。うんうん。一旦、まあとりあえずクラフトベンチアップグレードしたから、うん、で、まあ斧ゲットしたから、洞窟で見つかる頑丈な木材を手に入れる
べく洞窟を探しに行こう。そうだね、次洞窟探しに行こう。洞窟まだ俺一回も見てないよね。私も見てない。どっちが行く？まだ行ってない、マップが開いてない方行ってみる。洞窟か。あれ、なんかちょっとあの岩怪しいんじゃない？そんなうまくいくことある？ないかな。でもなんかあんまり、だってそんな岩なんてさ、ないじゃん。なんか穴開いてるよ。めちゃくちゃ怪しい。めちゃくちゃ怪しいです。え、入るってあるよ。え、待って、洞窟来たんじゃない？え、洞窟じゃん絶対。絶対洞窟でしょこれ。入ってみよう。うわ、何これ。うわ、ぴょん、来た来た、洞窟だ。ガチ洞窟じゃん。やった。え、ここにノットルートがあるんだ。どれだろう、ノットルートどれだろう。ひたすら叩いてみる。うん、木っぽいやつでしょ。ね、これっぽくない？これかな。どうだ、違うわ。あ、違う、普通の木だ。このノットルートどこ。わっ、出た、こいつだ。これじゃね、ノットルート。マジ、うねうねした木。どう、あれ色違う。あ、来た。わー、来たー、やったー、ノットルート。うわ、これいっぱい持って帰ろうよ。これはいっぱい必要なの。うわ、なんだこれ。これ絶対さ、ちょっと強いピッケルで殴んないと壊れないやつじゃん。そうじゃん、もう一段階。じゃあノットルートを使って作らなきゃいけないやつだ。多分そうだ。うわ、そうじゃん。もうちょっとじゃあノットルート持って帰ろうか。ノットルートだけちょっと欲しい ね。待って、この叩いてる時のね、顔が、カエル化すぎる。え、ねえ、ちょっと叩いてる顔見てて。うん、くよ。どう。え、めっちゃにっこりしてるよ。え、顔違うのかな。え、本当に、すごい顔してたよ、うん、めっちゃ超笑顔。え、ウィーシーすごい顔してて、ちょっとカエル化になっちゃったよ。まあ一旦、うん、まあ、どうせあの岩と石取りに戻ってくるから。あ、そうだね、まあ、一旦帰りますかこれ、まあ、これで、うん、レシピ変更してノットルートを棒にするんだ。はい、棒にします。棒にしないでアップグレードするものもある。うん、向こうは普通のノットルート、ね、うん、持ってる？棒以外の持ってる。あのアップグレード分あるよ。じゃあ俺やりたい。はい、よいよ。待って、棒こんないらないかも。マジ？オッケー、じゃあ一回ツルハシ作るよこれ。うん、クラフト来た、激強ツルハシ来たよ。マジ？あげる。やったー、ジョジョン。これでさっきの取れるんだ。壊せるようになるよね。で、村もアップグレードできる？村のアップグレードもできます。いきます。はい。あれ、村に追加して村の評価を上げようって書いてあるけど、それ何？追加する建物ってこと？村をでっかくしないと、もしかして無理？あ、待って、右上にさ、キューちゃんの村1レベル3って書いてある上に経験値みたいなのない？あるわ。何これ、これ村の経験値とか。あとちょっと、そういうこと？あとちょっとなんじゃない？なんかじゃあステーションとか作れないかな、さっと。糸車とか。確かに糸車ね。うん、いける。いける。フクロウがあるんで、はい、いきます。何これ糸車って。わかんない。糸どこに立てる。糸を作るのかな。あ、この横に立てちゃっていい。うん、いいよいいよ。おお、あれ来た、来たじゃない？お、来た。よっしゃー。ほんとだ、右上の見たらアップグレード可能ってなってる。うわ、マジすごい。すごいね。ベッドの位置えぐいな。ベッドの位置えぐいな。うらやましいよ、私は別に。これうらやましい。私崖にあるからね、私のベッド。うらやましい。ベッドの位置やばいって。アップグレードします。はい。はい、ドン。おお、レベル4。あ、大理石が必要なんだ次。次大理石。あ、じゃああれ大理石なんじゃない？なるほどね。うわ、なるほどな。じゃあノットルートたくさん取りつつ、大理石も取っていかないといけないんだ。じゃあ今日ここら辺にしようかな。でも今回は、うん、
村2個もアップグレードして、そう目標だったあそこの盗賊も倒して、そうだよ、結構順調なんじゃない、私たちの安全は確保されたから。で次多分大理石を取りにまた洞窟に、違う洞窟見つけてもよくない？まあね、違う洞窟もいいね。なんかもうちょっと家に近いところとかないのかな。もっと近いの欲しいよ ね、まあ、あの上とかありそうだけど、ね、山上とかなんか、ね、次は洞窟を探して大理石を取りに行きたいと思います。ということで、よかったらチャンネル登録、高評価、メイシルのチャンネルは概要欄に貼っておくので、皆さん登録お願いします。お願いします。次の動画でコメント一つ拾うので、よかったらみんなたくさんコメントしてください。次のパートでやってほしいことも募集してます。それではみんなバイバーイ。バイバーイ。